あの慎太郎とかじゃない、気持ち師匠質問コーナーはい行きたいと思います。この収録の前日にその SHM のアカウントの方で質問を募集させてもらって、結構来ました。何件来た？何件？ちょっと待って、でもタカに向けた質問が多いでしょ。いや俺ね、なんで見つけてんですか？タカのチャンネルだから45。マジ？おお、いいじゃん。すごくない？45件こうやってグダグダ喋ってたら多分、うん、マジ超長いよ。本当に2時間ぐらいになっちゃう。あ、じゃあもう全部、え、どんどん何もないですか今日？うん、何もないの。じゃあもう全部全部やって、もう質問もだし回答もだし、おもろくなかったらお前がカットするしかない。あっさりした質問もあっさり返すみたいなので、はい、じゃあ1つ目から。2人の人生最高のバッシュを教えてください。バッシュ、バッシュね、え、なんだろう。1個、はい、人生最高のバッシュ。今3個出てきた。お、あ、じゃあ3個いっちゃっていいっすよ。いっていい、うん、1個が、あ、てか俺が3足以上バッシュ買ったやつ。ああれね、そう、1個は PG5 ダントツ、ドリューリーグとのやつとか、俺と大手がねめちゃイチオシバッシュ、まあ、それはもう売ってないんでね、あの持ってる方は教えてください。あと2足が、ジョーダンの M7 アドバンスって言ってネロのニックスいた時のバッシュ、めっちゃかっこいい。うん、知らん。この辺にシャムが出し、うん、ホームアウェイか、ホームカラー、アウェイカラーと、あとクリスマスカラーの3足買ったのがめっちゃ良かったですね。あれはクッションとかめちゃくちゃ良かった。知らん。いや、そう、あんまね、わかんない。あとはやっぱ昔から履いてるのは、ズームフライト5。あれね、まあ、復刻するかもみたいな。あの、ヒルンスターのやつかな、わかんない。違う、アヒルさは違うわ。かも分からん。の白が入ってたって感じですか。あ、うん、じゃあ1位は何ですか、その中でもう1個で決めるとしたら、PG5、うん、かな。最近じゃ結構、うん、めっちゃ良かったね。これ履いたことない。いや、めっちゃいい、うん、あんま好きじゃない、まあ、デザインが好きじゃない。赤は合わないと足、あのクッションがいいから、うん、あ、履いてるとなんかポコってエアが出てきちゃう。俺はね、ジョーダン29かな。え ?29 ってなんだっけ、うん、今のやつ多分ね。いやいや、今の38とか。ああ、ジョーダン29だね。この。うん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 。これなんかマシ…あ、これ入ってたのかな、俺。ああ、ジョーダン入ってた。あ、ジョーダン入ってたっすね。大学生の人かな。ああ。これ良かったっすね。あ、黒白見たことある。履いてる人。これ入ってた。今10、13万で売ってんだ。ああ、見つけたら買っちゃいますか。値段関係ない人いますから、ここに。この前言った38履いたやつとかも硬いとこあんだよ。あ、そういうのがなくて、なんか全部布みたいな感じで、へ、だったからよかった。だから俺、だからもう極論なんか裸足でやりたいタイプだから。へえ、そう、まあ動き回れる、まあ、プレースタイルだね。そう、だ、裸足、全員が裸足の分、バスケは裸足の文化だったら俺結構強いです。あ、確かに強そうだ、ね、裸足でも俺、ジャンプ力変わんないですもん。リングの余裕つかめるもん。そうっすね、俺なんてぶっちゃけ何でもいいから。うん、うん、逆にね、俺待ってるだけだから、うん、コーナーステージ。そう、コーナーステージ。ただ走れるやつ。チーム名の由来を知りたいです。 SH 仙台、はい、チーム名の由来、うん、もともとあったんですよね。ざっくり言うと、東京にストリートフープスユニオン、まあ、SHU があって、まあ、それみたいになりたいみたいなので SHU 仙台っていう。仙台は東京にあって、あ、仙台だけにね。はい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 。だって12年3年目ぐらい、2011年とかだからくらいの続いてる、意外とね、そういうチームらしいっすね。今はまあ一緒にはいないけど、そのユウスケってやつが作って、あ、作ったというか、このストリートチームを作りたいっていうので SHU に仙台って名前つけていいですかっていうのを許可取って始めたって感じ。ざっ
ザックと結構有名な方々がボールタウンっていうあのバスケットボールカフェのボールタウンっていうところのマーさんとか、あとマムシさんのラジオとかでたまにあの名前出てくるあの畑兄弟、畑千代さんと圭太くんとか、なるほどね、うん、あと宇治さんとかかあのアースフレーム、ああなんかコーチやってる、そうコーチやってる、あの人もいたんだ、うん、あと金子とか、ああ渋、そう結構ね渋いメンバーで、うん、フーズとか出てたの超昔。一番頭がいいのは誰ですか。おお、それどういう頭の良さがいいのよ。おお、そんなの。学力とかさ、頭が切れるみたいなとかさ。なんとなくなんか学力のイメージだったじゃん、この質問。ああ、学力。学力で言ったら誰だろう。トントンじゃない。うん、トントンだね。まあ、どれだろう。ね、考えたことない、うん、トントン、あでも慎太郎とかじゃない、それ言ったら、あ確かに、うん、背もでかいし、うん、メガネしてるし、メガネして伸びたくんだから、慎太郎しよう、頭が切れるのはでもやっぱ高くはない、うん、社長気質だよね、性格が、プライベートでお仕事何してるかとか知りたいです。プライベートはね SH めっちゃ仲良くて、まあ、最近、まあ、昔からね結構なんかバスケだけじゃないところがあって、それこそタカとかオータとかあとサーフィンしたりとか野球したりとかいろいろね、プライベートは適当にやってる、ね、プライベートなんだろうね、プライベート俺何してんだろうね、まあ、家族、家族じゃない、俺何してるか、俺はやっぱ自主トレ、えイメトレ、イメトレしてます、何もない土日とか何してるんですか、確かに前言った、遊んでるよ、あります、そういう、ある、ね、家にいて終わるみたいな、あ、あるある、めっちゃ寝て終わる時も、陰キャやん、陰キャ意外とインドア、陰キャやん、やっぱお仕事はみんな適当に働いてますねサラリーマンみんなです、俺か俺と前さんのこと聞いてる仕事サラリーマンしてます、サラリーマンで社長です、船を作ってます、船作って作ったの修理とかだな、メイン、まあ、あと ECP も、まあ、そんな感じです、ECP、あとコードがね、次バンさんからの質問です、おー、セイチューンの好きなところはどこですか、セイチューンの好きなところ、タカどこですかね、 SH の好きなところは、なんだろうね、まあ、あなんかみんな対等みたいな、なんて言うんだろう、うん、まあ、なんか適当に言えば仲がいいみたいな、うん、なんかみんな結構対等じゃん、確かに、うん、なんか誰かは、あその若手のこいつはなんか何言ってもどうせ意見通らないとかそういうのもないし、あこう試合で負けて怒られることもないし、うん、どうかっていうところがいいかな、確かに、まあ、やっぱ大学とかでやってたり、その44とかでやってた時もその負けたら田中さんとかに怒られてたし、へえ、そうそうそう、で、まあ、あとそのなんか今でも他のチームのさ話とか聞くと、なんかあいつが干されてるとかさ、そういうの絶対ないじゃん、確かに確かに、うん、そう誰かそのチームの中で誰か2人だけ仲良くてみたいな、そういうのもないから、それはないね、それいいっすよね、それがいい、常に結構みんな一緒にいたり、うん、遠征とかもね、うん、常にそうっす、遊んでるからね確かに俺もまあ仲いいところかな。なんかバスケ以外、バスケだけの関係のチームって結構あると思うんだけど、それがないかなっていうかな。そうですね。もはやだってバスケしてる時間より、それ以外で一緒にいる時のが多いですよね。うん、その方が多いと思う。はい。どうすれば水中に入れますか。おお。まあでももうちょっと暖かくなったら俺ここでトライアウトしようかなと思った。5月とか6月とかどうすか。いやいいと思う。毎週4週連続ぐらいで、うん、これ例えばこの日って決めたらさ、あの来れなくて来れないから終わりじゃん、うん、だから毎週
今週土曜と来週日曜と再来週祝日の月曜とみたいな、こうちょっとイレギュラーで、ね、あ早朝とか夜とかでちょっとやってみたいなと思ってた。いいんじゃない。ね、おもろいよね。まあ、あとまあなんかそのさっき言ったけど仲いい人がいい、仲良くなれる人というか、なんかこうあとここあるからね、あのもうトライアウトじゃなくてもこう SHU でね金曜の夜練習するんで、うん、来れる人来たらピックアップやりましたみたいなやって、うん、ちょっといいやついたら声かけるですよね、うん、あとフットワーク軽い人が、ね、あそれ大事っすね、遠征が多いから、うん、そうだね、フットワーク軽くてもう、うん、メンタル強い人がいい、確かにメンタルやられちゃうかもしれない、おパワハラ、いや違う違う、仲いいって言ってた、違う違う違う、あの男気じゃんけん、あ男気じゃんけん、メンタル削られるやつあの SHU のそのおもろいところは結構みんな金持つっていうかさ、そこがおもろいよね、お金ない、遠征とか言ったらもうバンバン金使うじゃないですか、うん、金ない人でもやんなきゃいけないっていう、そうそう結構おもろい、ヒリヒリする。次、今年の NBA の優勝予想教えてください。今年か、希望はあるでしょ、希望、希望は、希望はまあ、うん、まあヒートかレイカーズかな、でも多分またナゲッツ勝つんじゃないかな、ナゲッツあるよね、あでもセレッツもある、うん、まあ俺はニックスに頑張ってほしい、優勝予想というかニックスファンなんですよね、ニューヨークニックス、でもどうだろうね、まあシクサーズも、ああエンビートで、うん、まあでもニックスはねえな、ニックスはないね、ない、ね、マジでないない次、SHU で一番狂っている人は、高俊、藤村で、いやでも最近大手もやしい、あ、大手、大手最近大手もやしいよ、うん、怪しいよ、大手はちょっと確定ですか、確定、大手、はい、うん、はい、次、マイカさん、タカさんが一番好きなお菓子か食べ物を教えてくださいおお、なんか俺ね、ポテチ、マジで、あ俺もポテチ、ね、昔さ、ブログとか やんじゃん、昔ってアメブラってなんか俺ポテチのことばっか、なんかポテチのランキングみたいな、ダサー、ね、超ダサーよね星何個みたいな、黒歴史だ黒歴史だよそれ、もうそれ やってるくらい、もうポテチマイスターと呼んでほしかった、黒歴史やん、うん、俺言っていいっすか、俺タルタルソース、え？タルタルソース食べ物、そう、ああ食べ物かお菓子って言った、うん、ああごめん、なんか俺お菓子にしちゃったし、はずいよ、どっちでもいいです、ランキング作るからいいじゃん、タルタルソース、俺タルタルソースで米も食えちゃう、マジで、でもそれはいけるっしょ、いけるけどでしょ、でも一杯でしょ、いけて、うん、常に俺一食えるもん、ポテチ、ポテチ、うん、毎日だそうです、はい、差し入れじゃあポテチみたいな、はい、とタルタルソース、そう次、もう その人がもう3個ぐらい質問してきてます、同じ質問、いや全部違う質問で、男気じゃんけんの最高額、マイカさんがヒゲダンに似てる件について、大手は日本人おなんかサザエさんみたいな多分3本立て、大手さんのファンなんですよ、ね、ああこの人、あー、わかるわかるわかる、まずなんだっけ、男気じゃんけんの最高額、最高額、でもあー2万ちょいとかじゃないの、うん、俺じゃない、多分俺の神戸の大阪の時で、うん、2万くらいじゃん、2万7千ぐらい、うん、2位がこの間の慎太郎の石鹸、あー2万1000円、2万1000円だっけ、いや、2位俺じゃね、あそう、また同じ店で、ね、同じ店で、で3位慎太郎ですね、その2万の、おーマジマジ、同じ店で俺5万くらい使ってんのあの店行ったらマイクさんのおごりだ、そう、行きたくないで、マイクさんがヒゲダンに似てる件について、ヒゲダン言われたことある、あるっすか、うん、ノブじゃなくて、うん、ノブにも言われたことある誰だっけ、いろいろ何人かに言われたことある、
ヒゲダン。そこ、それこそ。トシコさんになったこと。ああ、ヒゲダンって、うん、え、こいつ、うん、そうそうそう。あんま似てねえな。大田、うん、日本人。大田日本人。日本人っすよ。SH として活動するときに心がけていることはありますか？俺は男気じゃんけんに勝つこと。おお、心がけて。男気あるっすね。遠征の初日はもう行く前に男気絶対勝とうって絶対思ってないそんな感じ。俺は何も考えてないっす。面白い。そう、なんか目標とかもないじゃん。うん、そうだね。そう俺らのコンセプトはこうだから、うん、みたいなのないから、それもだからいいよね。うん、確かに次、前田さんに。お、テンパですか？お、あ、テンパじゃないです。巻いてます。今までやった中で一番ヤバかった選手、さっきのね、うん、選手ね、ヤバかった選手のチームです、すいません。あ、チーム、はい、チームだったら俺はやっぱね、ロジンオールスター、サイボーグ軍団だね。あれすごかったね。どうた、あれはサイボーグ軍団だよあれはいい経験だった。笑顔なしでしょ。そう、あれはすごい、ね、ありますか。あ、でも前田さんウィンターとか出てるからね。ウィンター、ウィンターカップ、ウィンターカップ出てるんですよ。まあ出てる、それでいい試合、メンバーに入ってますけど、いいチームとか最後ね、能代工業で負けた。能代とやったんすか。能代やば、どうでした。いや、強かった俺は応援してましたけどでっかい目が思ってでっかい目が思ってねいいね。でも、能代、能代なんて別にウィンターじゃなくてもやるんじゃないの。東北大会でもやった、うん、東北新人かなんかでやったか、うん、それ高校は強かったんですよ。でも、SH入ってからだったらアンダーロックじゃない。あの、やっぱ決勝で負けたのが、ね、オールデンの決勝で大輔さんがすごかった、うん、大輔さんかっこいいしな、いつもボコされるしな、うん、次、お二人の出会いを教えてください。出会いよ、初めて。どうだろうね、あんま考えたことなくない。うん、俺があのサムシティ仙台出た時だね。あ、でもなんか多分話してないと思う、その時ちゃんとは。あ、いや、わかんないっすよ、ね、多分いつの間にかバスケで一緒、ね、あの晴れよとか土といとか、晴れよとか土といでバスケしてるときに一緒になってって感じじゃない。うーん、俺なんか確かその時福島とか住んでた気がするか、最初は多分さらっとしかあってない、いつの間にかね、タカが SH 入ってよかった、それ次、タカさんにはスティールのコツ、前田さんにはシュートの極意を聞きたいです。おお、あります。肩甲骨ディフェンスじゃない、肩甲骨、でも最近あんまりね、やってない。あ、シュートの極意、シュートの極意気持ち師匠。おお関係ないでしょ、気持ち師匠気持ち師匠でもシューターって結構ね、あの気持ちだと入ると思ったら入るし、入んないと思ったら入んないし、入れようと思ったら入れるし、入んないなと思ったら入んないし。あ、俺あったね、はい、あのずっと手出しとくみたいな。あ、相手がこうドリブルつくじゃん、その全部のドリブルにこう狙わないといけない。みんなこう待ってるじゃん。確かに。こう来たのに対して動くじゃん、その待ってる間の相手の5回のドリブルとかに対して全部こう手出しておけば、あ、ね、それだけで相手ちょっとプレッシャーで嫌だがってミスったりとかの可能性もあるから。確かに俺絶対嫌だもん、やられたらずっと手出しておくみたいな。そのオフボールの時もだね、うん、手ずっと広げておくとか。スティールね、スティールかっこいいもんね。そうっすね、うん、メッシュショーツの再販はもうありませんか。あ、在庫、今までのはないけど、ここで黄色いの置いてあるんですよね。ここ限定、ここ限定、ここ限定だけど、オンラインで買える。あ、オンラインで買えないか。買えないですね。黄色めっちゃおろすもん。これをじゃあ、おきに、あの SHU の公式サイトで開始する。うん、あ、開始。そうだ ね。いいんじゃない。今までは、まあ、じゃあ先行限定発売みたいな感じで、ここに来た人しか買えなかったけど、
結構オンライン展開しちゃいますか。うん、このメッシュショーツマジめっちゃいいよね。超軽くて夏はマジでいい、うん、え、ああレイカーズカラーでね。でも本当にみんな履いてますもんね。うん、俺やっぱズボンの下に絶対履くからさ、うんうんうん、このこれの下とかもさこうずっとメッシュショーツ履いてんすよ。ボラホリックのか SH のボラホリックも結構薄くていいもん。そうバスケ何年やってますか。うわー23年ぐらいかな。すごい、多分6歳ぐらいからやってるから。これどのぐらいだろう。しかも相手さんの年齢みんな知らないから。え、でも非公開です。今回21年くらい21年。ええー、多分大体その中学生から始めてってことでしょ。もう年バレちゃうんですよ。意外と年下に見られるんですけどね。おそれこそ大戸さんとかもじゃないですか。大戸選手は、ね、確か1つか2つぐらい下じゃないか。3、4個ぐらい下じゃないの。意外と年あれで、90何年でしょ。ボギじゃんけんで一番勝ってるのは誰ですか。大手か俺じゃない。でも結構最近バンさんも勝ってる。ああ、バンちゃん勝ってます。次、SH2の活動拠点はどこですか。ぜひ試合見に行きたいです。活動拠点ないっすよ。ない。どこでも。だって何のリーグにも参加しないっすよ、ね。だから俺らがノラみたいなもんだよ。そうっすね。、うん、本当のノラ。 JB2 の購入先を知りたいです。 JB2 はリーニンの公式サイト。公式で買ったんだ。どれ買えんのかってくらい高い。ああ、なんかめっちゃ299ドルだから日本円にしたら4万3000ぐらい。あー、ジョーダンとかより余裕で高いからね。確かに高い。バスケを始めたきっかけは何ですか。俺はお兄ちゃんがやってたから。俺もかな、お兄ちゃんがやってたから。福岡のクロスオーバーでの印象を聞きたいです。また福岡来てください。福岡でのクロスオーバーの印象。クロスオーバーあれか、リアルエンド。この前そうですね、決勝で負けたやつ。トシローがね、めちゃよかった。クロスオーバーの印象か、なんだろうね。なんか、うん、俺らってバスケメインじゃないから、ね、うん、マインドが、うん、おい福岡で試合誘われたぞっつって、うん、福岡行きたい行きたい行きたいっつって大阪で誘われたぞっつって大阪行きたい大阪行きたいっつって、そうみんな行きたい、旅行したい。旅行だから福岡は。でも、もう財布なくした。財布なくしてたね。未だに見つかりません。連絡来ないです。全然連絡来ません。また行きたいですだから、うん、でもなんかやるって言ってたよこの前。そうめっちゃワンチャンあるよ。行きてー。行きたいね福岡。でも俺来月行くんだよね。あーサムシティ、うん、サムシティ福岡チンボラオリックで。いいな福岡はね。福岡いいよ。飯うまいし。福岡もやっぱ大阪と同じぐらいおもろいんじゃん、うん、言うたら。しかもみんなうまい。福岡戦大阪、福岡、仙台、うん、みたいな感じだよ。もう仙台もうちょっと頑張ってほしい。仙台やばいね、ダッサいよ仙台、うん、大丈夫。俺関係ない。仙台だったら多分七ヶ浜の方がおもろい。まあ確かに。おもろいおもろい。面白いプレイヤーが全然いんのかな、わかんない。仙台みたいな。あ、そういうこと。あ、そういうことじゃなく、あ、仙台土地町。あ、町。あ、町のにぎわいでしゃべって。だからバスケ興味ないから土地、うん、そうだね。やっぱり大阪ね。大阪、福岡も最高だ。まあやっぱ東京もね、いいけどね。東京も、まあもちろん東京もね。毎田日記はなんでそんなに可愛いんですか。彼女いますか。うわ、いや、まあそこはノーコメント。おー、ノーコメントってなんでそんな可愛いんですか。言うんじゃん。なんで可愛いんですか。誰、知り合いでしょ、どうせ。あ、ペンネームある。ペンネーム知り合い。いや、わかんないです。だって、アンダーバー NBA さんですね。NBA 好きな。あ、なんか聞いたことないか。直接聞いてください。お、教えてあげるんですよ。え、女性。いや、多分男性じゃないですか。男性か。
もしかして学生とかあるの？マイタニキ。マイタニキ。マイタさんじゃん。普通あだ名のあたりなんですけど。次、サブシティ仙台に参戦しなくなった理由は NG ですか？いや、別に NG ではないですけどね。いろんなことしたいから。うん、そうリーグに出ると、うんね、例えばサムシティ仙台のリーグとオールデーとか被ったら、うん、出れないじゃん。そうとか、うん、そういろんな今だと大阪福岡とか、うん、北海道とか呼んでいただいてるので縛られるのが嫌っすか。そうあれ被ってるからいけねえとか、うん、あとはシンプルに俺らの時加盟費がバカ高かったっすよ、ね、確かに。まあ都市によって違うし、うん、そのシーズン全シーズン盛り上がれ儲かればなのか分かんないけど、うん、次のシーズンの加盟金とかは安くなるのかもしんないけど、うん、俺らの時めっちゃ高かったっす。高かった気がしかもなぜかチームでいくらとか何万とかじゃなくて1人何万みたいな。だから最初登録したロスターが十何人いた SA 中は俺ら十何人かける1人何万とか払ってでも4人しかいなかったチームを4人かけるその同じ金額何万みたいな、うん、それおかしくない？結構高かった。じゃあ最初3人だけ登録してそうそうそう3人分払ってあとじゃあ 第1戦始まるギリギリにもう10人足せばよくねみたいな、うん、とかまあいろいろあってね、うん、客もあんまいないしか、うん、いないあでも俺らいなくなってからいなくなった。そうだね、SH2とピストルが多分強かった時が多分一番人入って。今いないっすもんね今、うん、だから その時なんかしかもコロナかなんかあったよね。うんでなんかじゃあとりあえず一回休むっていうかね、うん、ちょっと考えるかみたいな、うん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 、もあって多分俺はまだ出てない。だから俺もだからリーグピストルやめて SHU で出ますみたいな言ったらダメみたいな。そうそれはなんか本部から全リーグの都市にはもうリーグ化されてる都市だったら年に1回までだったら移籍 OK みたいななってたのになんか断られたりして仙台はダメですみたいになった気がする。だから運営もなんかちょっと弱くて、うんまあ、未だになんか本部が手伝ってるんですよね仙台って、うん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 、でなんかちょっとマジグダってたっすよねあの時、うん、いや高は SH 移籍してサマシ仙台は出てない。まだ出てないですもんねだそういうグダったとかもあってじゃあ1回俺らも辞めるかみたいな、うん、で辞めたらまあ客も入ってないし、うんその客にあの場に対してお金払ってまで俺らが出るっていうのはなんか自分たちの価値的になんか価値を低くしちゃうなと思って俺はだから俺あんまり乗り気じゃないですね。次、なぜ盛岡クラブで試合に出てるんですか？おこれ結構聞かれるっすよね。タカは聞かれるんじゃない？うん、俺めっちゃ聞かれる。あれ最初前言ってたん？うん、俺はてか俊貴、前田さんの弟と前田さん盛岡出身地元で盛岡クラブになんかちょこちょこお邪魔したりとかしてて帰ったタイミングとかでそうで前田さんの弟も俺とタメだから俊貴ってあのね多分動画見てれば分かるよね。ユニフォームなくし焦ってる。ああそうそうそう、うん、が2人が最初入ったのと、まあ、智弘あの和代の弟。ああ千さんの弟とかで、千さんも、あ、そう、風邪もいたの。そうそうそう岩手の大学が一緒にってか行って、その時入ってて、そう、春季が入って翌年に俺が入って、でちょっとした大手も55のチームどうしようみたいなってる時に誘って入って、大手も言うたらね、うん、岩手出身、盛岡の海沿いの方みたいな、うん、大手と俺と春季高校が一緒だから、うん、で、俺誘って。俺なんで入ったんだろうね。タカなんでだろう。タカでも一緒にずっとバスケしてて、普通に誘われたみたいな感じだった。閖上でバスケしてて、ゴーゴーやんならでもいつも練習してるし、なんか、うん、出るみたいな最初乗りで、うん、助っ人みたいな感じで出て、まあ今も助っ人っす。まああの永久助っ人系。そうギャラ振り込まれないけど。そう。ケンゴなんか最初なんか森なんか飲み会でビールも。うん。あ森くら入るならなんぼだっけ5000円だっけちょっと払うよ一向に払われない。森くら飲み会も多いチームだからやっぱそこマッチして、ね、いや別に俺飲み会あんま興味ないんですけど。めっちゃ興味あるでしょ。次、
中ウォークの解説動画撮ってください。空中ウォークの解説動画山ほど出てる世界中山ほど出てるだろ。あれすごいよ、あれマスターしたのすごいよね。無理だ、やばいっしょあれ。だってもうあれよ、もうなんていうの、こう人間的なスキル、うん、なんていうんだろう、こう例えれば英検1級持ってるみたいな英検1級持ってる人持ってない人、空中ウォークできる人できない人みたいな、そういうレベルよ俺なんか結構そういうの大事にしてて、あーサーフィンとかってさ、うん、かあ俺運動神経いい方だから野球とかも結構できる、勝手にパッドでできる、うん、サッカーとかもめっちゃうまいし、自分でもあれだけどまあ一般より、まあ、そうそうそう、経験者より。スノボとかももう1回目からできたりして、で毎年行ったりしてんだけど、サーフィンってで サーフィンもこうできたら一つ その空中ウォークできるとか、英検1級持ってるとか、そういう、こう俺的にはその英語喋れるとかさ、そういう一つの人生としての、人間としての武器だと思ってて、でサーフィンもできたらさ、なんか別次元じゃん、言うたら、サーフィンは別次元、マジで別次元、そう、英語できるとかもさ、うん、俺からしたら別次元のスキルだからさ、うん、でサーフィンでもやった時さ、こう俺も舐めてたけど、俺何でもできてきたし、スノボももうすぐできたしみたいな、うん、めちゃめちゃ舐めてたから、1回目やった時にもう何もできなくて、サーフィンねそうもう人生で初めてあんなに悔しくて、あれはすごいよ、あれできんのすごい。でもなんか立つのに3年とかかかるらしいですよ。5回目でできた。すごいね。まあ、だやっぱり最初マジで泣きそうになって、なんでできないんだろうみたいな。でももう1回目こう仕事前にこう朝5時ぐらいに入る、一人でね。こうそれ一人で行くのも結構、最初サーフィン一人結構レベル高いじゃん。確かに。一人で行って、でももう悔しくて、もうそこから5日連続で行って5日目で立って、すごいね、めっちゃガッツポーズしてたあれはもうっていう感じのレベルだから、うん、空中ウォークって。確かに、でもそうだよね。そう、なんて言うんだろう、あのパワープロ組んでこうスキル、特殊スキルのやつ、うん、それの1個みたいなもん、空中ウォーク丸みたいな、サーフィン空中ウォーク丸、空中ウォーク丸、サーフィン丸みたいな。だから、ね、マジ絶対練習した方がいいよ、うん、でも山ほど上がってるじゃん、練習動画なんて。ステップマン、うん、次もうなんかそれの延長みたいな感じですけど、もうフルネームで言われてます。藤村貴俊さんはどこを目指しているのでしょうかどこを目指しても、どこも目指してないですけどね。目指さないのがいいんじゃない。おお誰誰誰藤村貴俊さん何やりたいことやってるだけでしょ。そうですね、すごいよ、いい人生ですよ。もうやりたい、新しいやりたいことを見つけるのがもう大変になっちゃう。でも今年の目標スケボーだから、あスケボーの、そうだね、スケボー練習する。野望を教えてください。え、世界征服、世界征服一緒で、あられちゃうんや同じくバスケをやっている兄弟に対してすごいなと感じるところはありますか。兄弟に対して俺がユッケみたいな、で俺が俊輝みたいな、すごいと思ったところそんなないっすよね。バスケやってることに対してってことでしょ。だって別に自分もやってるもんね。俺がやって、なんか例えばそれこそさっきみたいな、前田さんはバスケを極めてて、俊輝はそれこそサーフィン極めてて、プロ資格持ってるとかだったらちょっと確かに、ね、なんかリスペクトする点もあるけど、同じバスケだとしたらそんなに、確かに、まあ一緒にやってるし、うん、俺の場合は同じチームでないかな、俺は。うん、まあ、頑張ってるねって。そうだね。どっちも。次、この人ちょっと特殊なんですけど、一発芸送るので見てもらえますか。え、来たの一発芸。来てないです。あ、じゃあ今 DM してみて、で終わる頃には来てんじゃない。ああ、そうです、ね、うん、TSC 出たいんじゃない。ああ
一発芸大会だから。SE チームの作戦とかフォーメーションの決め事は何個かありますか？ちゃんと相手を研究する、意外とこう見えてごちゃごちゃしてそうに見えて、意外とやること決めてるよ、試合前とかに。まあそうっすね、うん、時と場合によるっすけど、まあ時と場合によるオールデーとかね、ちゃんと、うん、ちゃんと話して話し合って、相手がどうのこうのみたいな、うん、どう守るかとか、うん、どう攻めるかとかは、だからフォーメーションみたいなのはないもんね。はないっすよね。次、高田さん、高田さんの着てる無地のタンクトップってどこのですか？ユニクロです。ユニクロさん、はい、ユニクロさん。次、思い出の試合、いい意味でと悪い意味での二通り試合聞きたいです。なんだろう、思い出の試合なんだろうね、そんなないな俺、なんだろう、サムシティ仙台、あ、初優勝、初優勝です、2018年くらいかな、うん、え、プレーオフ優勝したって、プレーオフじゃなくて、あの普通の第何戦みたいなの初めて、まあでもそこですよ、やっぱくすぶってた、多分7年くらいかかってやっと初優勝したのが、多分めっちゃ思い出残ってる、みんな泣いてた、その時。あのスムさんのブザービーターみたいな、スムが最後になんか確かダブルクラッチみたいなの決めて、あ、へえ、じゃあ分かんない、勝ったやつ。悪い試合はないんじゃない、あんまプラスにポジティブだから、うん、引きずんないし、いい意味で、だから、なんて言うんだろう、それだけにかけてないからね、うん、SA 中として生きる中で、オールデーのアンダードック戦はでもあれなんじゃない、決勝、うん、決勝この前の2位になった、あー、まあでも、そんなもんじゃない、まあ、なもか、うん、そんなもんっすよ。決勝行けたらラッキーみたいな、確かに、すごいね、うん、いいな、やっぱりみたいな、た運だから、あんな、いつか勝てっか、うん、運だから。多分、なんかプロフィール的に多分アスファルトルーツ愛媛の子、おお、タカさんは高校生の頃どういうマインドで練習してましたか？高校生の時、高校生の時はやばいよね、マインドもクソもないよね、もう楽しんでたね、ゲームしかなかったから、練習が何人ぐらいだ、あ、でも10、あ、結構いるんだ、3とか、うーん、そんなもん、マインドは、うん、部活教育かな、どうすっかなみたいな、あ、監督はいたの、監督、まあ、顧問みたいな一応いたっすけど、練習は来なかったっすけど、ね、あんまり、うん、名ばかり顧問って、ね、コーチというか、そうっすね、だから俺、だから部活より昼休みの、 あのバド部とか帰宅部と一緒にやるピックアップの方が俺気合入ってたの、雑魚狩りして雑魚狩りしてスワックしてた。しかもなんかシューターじゃなかった、なんかめっちゃスリー打ってたよね、高校の動画見たけど、じゃあマインドは、マインドっていうかあれは、ザコ狩り、ザコ狩り、ザコ狩りマインド、ザコ狩りスワックマインドだったな。最後ですね、試合中に意識していることはありますか？ありますか？まあ、スリーを決めることじゃん、シュートを決めることか、なんかパスくれって感じ、待ってるからパスくれって感じ、なるほどね。でもくれるから、ね、暇そうにしてんな、うん、結構暇そうにしてるからね、うん、ほら、他がごちゃごちゃ、ゴーゴーだとやってごちゃごちゃって言ったらたまには、たまには打つか、俺端っこで待ってるだけだ、みんな、タカはなんか、俺なんすかね、俺なんだろうね、そんなでもないかな、うん、そんなに何も考えてない、最後こんな答えになっちゃったけど。質問はそんな感じで。来たの？まだ来ない。既読になってない。来ないですね。ダメだね。あ、じゃあそいつの一発芸最後入れて動画で出して終わろう。そうですね、うん。見てくださいって言ってる時点でもう全国に見てもいいってことだから。確かに。という感じで、じゃあ3、2、1。TikTok で話題の。はい、周りおんね、をやったときに
バイクのハーレーでどっかに行ってしまう人。はいまりお。